回プラド150系の後期型で黒子の方ですね使ってみようと思います。で早速レバーを下げて80キロにセットしました。でアクセルペダルに足を添えて走行してますけど、まあ今は自動的にですね80キロで走行しています。設定速度は80で今76か77ぐらいで追従してますね。TFT のディスプレイがちょっと小さいんで走行中をちょっと確認チェア見でもできないですね。まあ 2.7 リッターのガソリン車にしては本当に色のノイズも走行ノイズ、まあ、エンジンノイズも静かですね。まあもちろん見晴らしはいいですし乗り心地もまあまあ良くて、ただ操舵性というか直進性があまり良くないのがずっと小刻みにステアリングを動かし続けないといけないんで、まあ段差とかあってもうまくいなしてくれてあまりショックが伝わってこないですよね。でワイパー、ジャック、中強速、でさすがにヘッドライト廉価でも LED ヘッドライトですね。でフォグがついててシーケンシャルではないですよね。もしかしたら150系自体がもうグレード関係なくシーケンシャル採用しない可能性もありますけどね。まあ90系ボクシーとかノア4代目ノアボクシーに関してもシーケンシャルとかも採用せずに、トヨタ自体シーケンシャル新型車に採用していってないですからね。車の方は新型車でも長いウインカーですね、シーケンシャルウインカー採用していってますけど、結構強めの雨が降ってきたんですけどね、まあ、この状態でトルコの方セットしてみて73でもうちょっと速度を上げて設定速度の文字もかなり小さいですね。まあシエンタもそうですし、ハリアとかラブ4とかの兄弟 SUV も TFT ディスプレイの方ですねサイズアップしてきてるんで、モデルチェンジか改良でTFT ディスプレイの方をサイズアップしていくと思うんですけどね。これ7インチ 4.2 インチですかね。でオートライト、オートライトつくのは早いですけどね、ちょ、まあ、消えるのはちょっと遅いかなって思う程度で、右下のスイッチにオートマチックハイビームの方だと思うんですけどね、アダプティブハイビームではないと思うんですけど、まあ、オートハイビームの機能も装備されてますね。80にセットしてもやっぱみんな90キロ
こまで広くはないですけどね。まあ、運転席第一ポジションにした場合、格子2個分ぐらいの座間に空間の広さは確保していて、ヘッドクリアランスは、まあ、格子1つ分ですね、縦にして。ただ3列目がめちゃめちゃ狭いですよね。で、レバーを長く上げたら動きを一気に加速して、プラドでクルコの方を使ってみたでした。